これはただのポットではありません。オープン。白米が入ってますよ。これは1合炊き専用の IH 炊飯器なんです。炊飯器ですか。小さいからテーブルにも置けていいですね。そうですね。おー、湯気が立って美味しそう。美味しそうですね。一粒一粒しっかりしてますね。そうですか、はい、いただきます。はい、うん、いい匂いすごく美味しいです。しっかり炊けててふわふわです。おー、私は卵かけご飯でいただきます。では、うん、お米が全然負けてないです、うん、べちゃべちゃしないです全然、うん、歯ごたえもあるけどふわふわもしてます。うん、美味しいです。美味しいイチゴだけには素早い温度上昇と沸騰状態の維持が大事で、 IH だからそれができるんです。硬すぎないですし、かといってベタつきもなくてすごく美味しいです。メニューは炊飯、低糖質、早炊き、保温が選べます。また蒸気口のパッキン、釜は丸洗いできます。メンテナンスも簡単でいいですね、うん、では家電を、こちらの商品名を教えてください。私はカニ缶を使って、はい、カニの炊き込みご飯を作りました。美味しそう。カニの風味がすごくして美味しいですね。いただきます、はい、あ、いい香り。うん、すっごい美味しいです。あの、炊き込まれてもしっかりお米もちゃんと生きてますね。これは料亭のお味ですね。家族と別に自分だけ玄米ご飯にしたりとか、はい、そういった時に良い選択肢になると思います。ダイエット中の時自分だけ玄米食べたりとか、はい、でもその子供が食べないとかありますよね。こんなにスマートなデザインで少量なのにしっかり美味しく炊ける炊飯器、商品名は聞きそびれてしまいました。